皇后さまは左手だけで演奏するピアニストの立野泉さんのコンサートを鑑賞されました。立野さんは脳一血で右半身が不自由になりました。左手だけで協奏曲など2曲を演奏し、皇后さまからは大きな拍手が送られていました。